今、何時だ？はい、もしもし。もしもしじゃないよ。水木？今、何時かな？14時17分だよ。おはよう、おねぼうさん。おはよう。ようやく起きたんだね。みんな、もうあけみさんのお店に集まってるよ。ごめん、すぐ向かうから。そんなに急がなくていいよ。だって朝日、昨日は全然寝てなかったでしょ。そうだったっけ。もう自分のことなのに覚えてないの。昨日随分と疲れてたみたいだけど、だからね、寝てなかったんじゃないかと思って。徹夜明けの朝日っていつもあんな感じだし。そういえばそうだったかも。それじゃあ待ってるね。あ、でも寄り道は現金だからね。分かってるって。それじゃあすぐ行くから待っててくれ。ごめん、遅くなった。よくこんな時間まで寝てられるわね。さすがはニートっち。まあまあ。で、どうするんだ。国を敵に回した自覚ゼロみたいだけどよ。警告状がある以上は好きには動けないわね。うわ、身動きが取れないです。俺たちどうするべきなんだろう。僕たちのすべきことか。もうそんな真面目な顔しないの。あけみさん。そうだ、自己紹介がまだよ。え、僕ですか。そうよ、みずきちゃん。こうして話すのは今日が初めてでしょ。なんでこんな時に。いいのよ。ほらみずきちゃん、自己紹介してちょうだい。はい、相原みずき、大学2年生です。朝日とは小学校からの幼なじみです。趣味は読書で、家庭教師のアルバイトをしています。将来の夢は。はいはーい。え、それじゃあ今度はリュウが自己紹介しますね。百瀬リュウ、14歳です。趣味はピンク色の小物集めで、虫がちょっと苦手です。それで将来の夢はトップアイドルになることです。そして今を生きる皆さんを笑顔にしたい、応援したいんです。夢っていうか妄想みたいなものですけどね。だけどまずはここから、この秋葉原から始めたいんです。素敵な夢じゃない。ほら、それじゃあ次はヤマトちゃん。あ、いいのよ、早く。本郷大和、16歳だ。それだけ。ああ、うるせえな。趣味は、アニメ鑑賞。なの、今さら隠す必要ないだろ。で、どれが。将来の夢はアニメ監督かしら。ちげえよ。脚本家だ。誰にも負けない面白い物語を作る、それが俺の夢だ。へえ、ヤマトの夢初めて聞いた。いつかこの秋葉原を俺の作品で溢れさせてやるよ。中二病丸出しの妄想ね。そういうお前こそ何なんだよ。ほら、次は真田の番だ。真田琴美、17歳よ。そうね、好きな食べ物はおまんじゅうかしら。ババアくせえな。あんたは黙ってなさい。ねえ、琴美ちゃんの夢は。考えたことなかったわね。でも琴美さんってお兄
人形さんが好きなんですよね。ええ、そうよ。強いて言うなら夢はドール作家かしら。まあ秋葉原には専門店も多いし都合がいいわ。琴美ちゃんならきっと叶えられるよ。夢なんて呼べるものじゃないわ。こんなの妄想に過ぎないもの。そういうあんたは。え、私？私も話したのよ。当然あんたもね。そうだな。星野咲、18歳。趣味って言えば妄想を壊すことだったかな。ずっと世界を守ることを考えていた。でもそれは違うってことが分かったの。だから今の夢は新しい夢を見つけることかな。何よそれ。なんかね、この秋葉原なら新しい夢が見つかる気がするんだ。ま、夢を見つけるのが夢だっていいじゃねえか。そんなことが言えるのは若いうちだけだ。ねえ、そういうレイジさんは？私、まだあんまりレイジさんのことを知らないかも。俺の話は別にいいだろ。ダメよ、レイちゃん。あの頃のあんたを思い出しなさい。うん、私聞いてみたい。つまんねえ話だけどな。篠宮レイジ、ピッチピチの28歳。おい、つまんねえぞ。うっせえよ。好きなものは酒、嫌いなものは薄味だ。夢なんてもん置き忘れてきちまったよ。おい、つまんねえぞ。うっせえよ。レイちゃんの夢は妄想で人を幸せにすることだったのね。昔の話だ。だから夢なんて呼べるものはねえよ。でも妄想ならあるかもな。なんだ。秋葉原に眠るジャンクパーツを片っ端から発掘してやるんだ。じゃあ今度俺のパソコン組めよ。ま、そのうちな。で、最後の一人の話を聞こうか。ああ、どうしたの、朝日。あー、ごめん。いや、ちょっと考え事をしていて。どうせつまらない妄想にふけてたのね。まあそうかもな。それじゃ朝日の番だよ。立花朝日、19歳。知っての通りただのニートだ。趣味は寝ること、嫌いなことは勉強に仕事、目標も希望もない、そんな毎日を送ってた。だからさ、将来の夢なんてないんだ。ずっと将来に迷ってたんだ。だけどそれは将来だけじゃないんだ。俺は今も迷い続けている。妄想は壊していいのか、それとも壊したらいけないのか、その答えがまだ出せないんだよ、朝日。だって妄想はみんなの夢なんじゃないのか。だったらすることは一つだろう。妄想請負い人カノン、彼がいる以上妄想は無作為に増え続ける。カノンさんを止めれば無理に妄想を壊さなくても大丈夫ってことですね。見つけ出して八つ咲きよ。だけどよ、カノンのことは管理局が始末するんじゃねえのか。うん、妄想管理局にとってカノンは都合のいい存在なんじゃないかな。察しがいいじゃねえか。どういうこと。じゃ、さっさと行くか。行くって、どこに。メルヘンの妄想球に何か手がかりが残っているかもしれないわ。でも、3箇所ありますよね。え、それじゃあもしかして今日も俺一人で。オイラも一緒だったこと忘れるなっち。警告状を忘れたのか。できるだけまとまって行動するんだ。助かった。この近くなら俺たちが壊した中央通りの妄想球だな。することが決まったじゃない。明美さん、もしかして最初から。さあどうかしらね。秘密は女のアクセサリーって言葉があるのよ。それじゃあみんな行ってらっしゃい。うん、行ってきます。
これはいらないわね。ああ、でもこっちは取っておこうかしら。何してるんですか？あら、朝日ちゃん、いらないものを整理していたのよ。いらないって、それ誰かからの手紙ですよね。ええ、そうよ。まあ、全部ラブレターだけど。ラブレター？何照れてんのよ。さっきだって書いたことくらいあるでしょ。ああ、それならあったな。ないわよ。お前の日記、みんなへのラブレターみたいだったぜ。え？もう姉ちゃん、あんまり純粋な乙女をからかったらダメよ。うん。だけど本当に捨てちまうのか。これだってベストセラー作家からだろ。なんだと。あら、興味あるのかしら。お前語学力低いからな。物語を綴りたきゃ弟子入りでもしてこいよ。ふん、俺は俺の道を行く。おーい、今度はヤマトが拗ねたぞ。え、あけみさん、これってあのプロデューサーさんからですか？ずいぶん懐かしいわね。もう何年も前よ、お世話になってたのは。知りませんでした。あけみさん、元アイドルだったんですね。あけみさんこそ紛らわしい言い方で子供をからかうなって。あんたたち何楽しそうにしてんのよ。なんだ、混ざりたいのか。はあ、誰があんたたちなんかと。もういいわ、一生おしゃべりしてればいいのよ。だから急ぎなさい、外で待ってるわ。だからどっちなんだよ。みんな楽しそうだね。みずきちゃんの瞳にはそういう風に映っているのね。え、違うんですか。さあ、どうかしら。そんな僕にだけそう見えてたなんて。ごめん、朝日。僕、みんなのこと分かってなかったみたいだよ。みずき。あけみさん、みずきは真面目なんだから気をつけてください。ごめんなさい、ついいじりたくなっちゃったのよ。みんな可愛いね。そういうれいちゃんこそ昔は可愛かったのよ。おい、俺の話はやめろ。あれはいつだったかしら、飲みすぎて泣き出しちゃったことも。レイジのやつ逃げやがった。みんなを追いかけなくていいの。朝日ちゃん、置いてかれるかもしれないわよ。大丈夫ですって、みんなのことですから。いや、あいつらなら置いてくな。俺行ってきます。それじゃ私も少し休もうかしら。おいら忘れられ